水生樹属は山車科に属する植物の属の一つ。原生種は中国南西部からヒマラヤ東部に分布する落葉鉱木の水生樹ただ一種のみである。花は花弁のない風梅花で額、湯髄、滴髄各4個がある。また材には同管がなく仮同管しかない。この性質は裸子植物と同じで原始的形質とされ。 かつてはかなり原始的な必植物と考えられた。同じく同感がない山車に近煙とされている。かつては水生樹化テトラセントラシ ACSM として本属のみを含む独立化とされていた。化石記録は死神夜に遡り、現在よりも広い分布域を持っていたことがわかっている。北米ではブリティッシュコロンビア州、ワシントン州から産出し、 オカナガン高地に広がるシ,シンヨの湖の堆積物から複数種が発見されている。アラスカ州から得られた古代産期のテトラセントロン、パイペロイズは果実が発見されていないためこの属であるかどうか疑わしい。2008年にはアイスランドの中心魚の層からヨーロッパ産の本属化石としては初のテトラセントロンティランティコムの花粉、果実、葉が発見されている。 ありがとうございます。